エリボーは、フランス3号出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは GK。15歳の時にトゥールーズ FC の下部組織に入団したが、トップチームでプレーすることはなく、その後も、下部リーグのクラブでプレーしただけであった。1994年、ディビジョン1の AS サンティティエンヌの監督に就任した。 1994から95シーズンは18位に終わり、本来ならばディビジョンズに降格するはずであったが、ディビジョンズ優勝のオリンピックマル声優が財政問題を抱えていたために昇格せず、サンティティエンヌはディビジョンアンザン流となった。1995から96シーズンは19位でディビジョンズ降格となった。1998年に FC ジロンダン。 ボルド監督に就任し、シルバンビルトールやリリアン・ラスランドの活躍で、就任初年度の1998から99シーズンにリーグ優勝を果たした。1999から2000シーズンと2000から01シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃す4位に終わったが、2001から02シーズンにはクープ・ドゥラリーグで優勝した。2002年に リーグアンが発足すると、2002から03シーズンは4位となり、就任から5シーズン連続で、欧州カップ戦出場権を獲得したが、2003から04シーズンは中位に低迷し、2003年に、ジャンルイトリオ会長に解任された。2004年には再び、サンティティエンヌの監督に就任し、ボルドー時代の教え子のパスカル・ファンドゥーノなどを獲得した。 2004から05シーズンは6位となって2005年の UEFA インタートとカップに出場したが、フランスから出場した3クラブのうち唯一優勝を逃して UEFA カップ出場を果たせなかった。2005から06シーズンは13位であり、2006年にサンティティエンヌ監督を退任した。2006から07シーズンと2007から08シーズンは、 トゥールーズ FC の監督を務め、2008年には1、シーズンでリーグンに舞い戻った FC ナントの監督に就任したが、19位でリーグ2広角となり、2009年6月2日に解任された。2012年7月4日、ディディエデシアン監督の後任として、オリンピックマルセイユ監督に就任した。8月2日、マルセイユ監督としての初再敗試合となった。 UEFA ヨーロッパリーグ予選プレイオフのエスキシセヒルスポルセンに1から1と引き分けた。ありがとうございます。